元阪神タイガースの赤星のりろです。まあ、リングオブレッドっていうのは、僕が選手を引退してから、立ち上げたんですよね。まず一つは、いろんな企業さんとか、店舗にご協力いただいて、まあ、募金箱を設置させてもらって皆さんにご協力をいただいている。それがまず一つなのと、まあ、今行っているこのオノハーフマラソンっていうのも、そのチャリティーの一つとして、もともと車椅子の寄贈とか、そういう部分にはつながってるんですけど、主にやってる活動っていうとメインになるとそこですかね。はい。まあ車椅子の寄贈活動をし始めた2003年ですから、15年ぐらいですかね、やってきた中で、まあ、本当に僕がいろんな人にきっかけをもらって、だからこそ一緒にやりたいっていうのが僕の一番の希望でもあったので、そういう意味で言うと、こういうチャリティーマラソンとか、まあ、ハーフマラソン今やってますけど、こうやって人数が毎年こう増えてるっていうのは、本当に僕としても輪が広がった証拠かなっていうふうにも感じますし、まあ、それが一番のやりがいを感じながら今やってますけどね。はい。プロに入って、ただ僕もなかなかこうどう進めていいのかわからないって中で、まあ、一人の女性に出会ったんですね。まあ、いわゆる僕のファン第1号じゃないですけど、なんかすごい熱狂的な家族で応援してくれる方がいて、その彼女が骨肉腫という病気になってしまって、まあ、足を切らないともう他の部位に転移してしまうと。でも僕はやっぱ一日でも長く生きてほしかったですし、その優勝するところを見せてあげたかったっていうのがすごくあったので、で彼女に手術しようよと、じゃないと優勝見せられへんでという話をして、でその代わりその足代わりになる車椅子とかその義足とか俺が作るからと。したら彼女が、うわそれだったらするって、それ作ってほしいっていう話をして、で、まあ、ある意味彼女がその作るきっかけをくれたというか、なんかある意味その彼女が本当に最後のこう僕の背中を押してくれたというか、よし作るわって作るきっかけを与えてもらって、僕のこの活動において僕終点はないと思ってるんですよ。行けるとこまでどんどん行けると思うし、で長く続けられるし、こういうこともやりたい、こういうこともやりたいっていうのがどん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 こう加わってきたりとか、まあ、多分僕の性格上、僕がもう本当に立てなくなるまでとか、マジ僕が行動できなくなるまでは多分続けると思うんですよ。何かしらどん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 広げられる可能性っていうのはね、あるし、まだまだこの活動だからこそできることっていうのも多分あると思うので、日々発見だと思うんですよね。日々こう続けていく中で、もっともっとこう輪を広げたい、やっていくことを広げたいっていうのは常に思いながら今後も続けていきたいなとは思ってます。